エル・ジャポン35周年記念号、ナンバー・アンダーライン・アイが語る未来への挑戦とは、ナンバー・アンダーライン・アイが表紙に登場。エル・ジャポンの秘密インタビュー公開。エル・ジャポンが今年で創刊35周年を迎えます。1989年に日本で初めて発行されて以来、エルは日本のファッションシーンにおいて重要な役割を果たしてきました。世界45の国と地域で発行されるエルは、 世界で最も愛されるファッション誌の一つですその日本版であるエル・ジャポンが35年間にわたりファッションと文化をけん引してきたことはまさに祝福すべき偉業ですこの記念すべき年を祝うためにエルと縁の深い35組のセレブリティからお祝いコメントが寄せられましたエル・ジャポン35周年記念号の表紙を飾るのは注目のアーティストグループナンバーアンダーラインアイです この特別な表紙はファンの間で大きな話題となり SNS でも祝福のコメントがあふれています35周年を迎えるにあたり過去の歩みを振り返りつつ未来への期待も高まっていますナンバーアンダーラインアイはその斬新なスタイルとエネルギッシュなパフォーマンスで急速に注目を集めています彼らの音楽はポップロック R&B などの多様なジャンルを取り入れ 幅広いリスナーにアピールしています。彼らのファッションもまた、一つのアイコンとなっており、若者を中心に大きな影響を与えています。そのようなナンバーアンダーラインアイが、エルジャポン創刊35周年記念号の表紙を飾ることとなり、大きな話題となりました。エルジャポンの表紙に登場するということは、彼らがいかに注目され、影響力を持っているかを示しています。この記念号では、 彼らのインタビューが特集されており、音楽活動やファッションに対する思い、そしてこれからの目標について詳しく語られています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれの個性が光るインタビューは、ファンにとって必見の内容です。例えば、リーダーの彼はグループのビジョンを明確に語り、音楽だけでなく、ファッションやライフスタイルにも強い関心を持っていることがわかります。また、 他のメンバーもそれぞれが自分の役割や目標を持ち、グループ全体の成長に貢献している姿が描かれています。また、彼らのインタビューだけでなく、彼らが選ぶファッションアイテムやスタイリングのポイントも紹介されています。これにより、ファンは彼らのスタイルを参考にし、自分のファッションに取り入れることができます。l ルジャポンは常に最新のトレンドを追求し、 読者に新しいファッションのアイデアを提供してきましたが、今回はナンバ・ーアンダーライン・アイとのコラボレーションによってさらにその魅力が増しています。エル・ジャポンの創刊35周年を祝うこの特別号は、過去の歩みを振り返ると同時に、未来への展望を示すものでもあります。エル・ジャポンは35年間にわたり、日本のファッションシーンにおいて重要な役割を果たしてきました。その間、 多くの変化と進化を遂げてきたファッション業界において、常に先端を走り続けてきたことは驚くべきことです。この35年間、エルジャポンはただトレンドを追いかけるだけでなく、自らがトレンドを作り出してきました。例えば、環境問題やジェンダー平等など、社会的なテーマを積極的に取り上げることで、ファッションを通じて重要なメッセージを発信してきました。これにより、多くの読者に影響を与え、 彼らの意識を変える一助となってきました。エルジャポンの成功の背後には、優れた編集チームとクリエイティブなパートナーシップが存在します。彼らは常に新しいアイデアを追求し、読者に対して最高のコンテンツを提供するために努力してきました。その結果、エルジャポンは読者からの信頼を獲得し、ファッション業界内でも高い評価を受けています。今回の35周年記念号は、 エルジャポンのこれまでの功績を祝うとともに未来への期待を高める内容となっていますナンバーアンダーラインアイの登場はその一例でありエルジャポンがこれからも新しいトレンドを作り出しファッション業界をリードしていくことを示していますエルジャポンの読者は常に最新の情報とインスピレーションを求めていますそしてエルジャポンはその期待に依頼続けるためにさらなる進化を遂げることでしょう 35年間の歴史を持つエルジャポンが、これからも読者に愛され続けることは間違いありません。最後に、この35年間を支えてきた全ての人々に感謝の意を表します。読者、クリエイター、編集チーム、そして全ての関係者の支えがあったからこそ、エルジャポンはここまで成長し、成功を収めることができました。 これからもエルジャポンが読者とともに新しい未来を切り開いていくことを期待しています。エルジャポンの未来には、どのような驚きや発見が待っているのでしょうか。これからも一緒にその未来を楽しみにし、エルジャポンの成長を見守っていきましょう。そして、ファッションとライフスタイルの最前線で、新しいインスピレーションを提供し続けるエルジャポンに期待しましょう。エルジャポンは常に最新のトレンドを追いかけ、 読者に新しいフファッションののアアイイイデアやライフスタイルの提案を行ってきましたそれは単なるファッション誌以上のものであり読者との深い絆を築いてきた結果です例えば「迷子」の特集記事では世界中の最新ファッション情報や美容健康ライフスタイルに関する豊富な情報が掲載されていますこれにより読者は常にトレンドの最前線に立つことができるのです 35周年記念号では特別なインタビューや特集記事が満載です No. アンダーライン・アイのメンバーへのインタビューでは彼らの音楽活動やファッションへの思いそしてこれからの目標について詳しく語られています彼らの魅力を最大限に引き出した写真も多数掲載されておりファン必見の内容となっていますまたその他のセレブリティからの祝福メッセージも見逃せません これらのメッセージは、エルジャポンがいかに多くの人々に愛され、支持されているかを物語っています。しかし、35年間の歴史を振り返るとき、エルジャポンがただトレンドを追いかけるだけでなく、自らがトレンドを作り出してきたことに注目することも重要です。エルジャポンは常に先進的なファッションやライフスタイルを提案し、時には社会的なテーマにも果敢に挑んできました。例えば、 女性の社会進出や環境問題など、重要なテーマを取り上げることで、読者に新しい視点や意識を提供してきたのです。このようなエル・ジャポンの姿勢は、多くのファッション誌に影響を与えてきました。特に、若い世代の読者にとっては、エル・ジャポンは単なるファッションガイドではなく、人生のナビゲーターとしての役割を果たしてきました。彼らにとって、エル・ジャポンを読むことは、自分自身を表現し、 世界ととつなながるる手段となっているのですまた、エルジャポンの成功の背後には、優れた編集チームとクリエイティブなパートナーシップが存在します。彼らは常に新しいアイデアを追求し、読者に対して最高のコンテンツを提供するために努力してきました。その結果、エルジャポンは読者からの信頼を獲得し、ファッション業界内でも高い評価を受けています。 35周年を迎えたエルジャポンは、これからも変わらずにファッションとライフスタイルの最前線に立ち続けるでしょう。新しいトレンドや価値観が生まれる中で、エルジャポンは常に読者に対して新鮮で刺激的な情報を提供し続けることを約束しています。そして、その歩みの中で、さらなる進化と挑戦を続けていくことでしょう。最後に、この35年間を支えてきた読者や関係者、 そしてエルジャポンのすべてのスタッフに感謝の意を表します彼らの支えがあったからこそエルジャポンはここまで成長し成功を収めることができましたこれからもエルジャポンが読者とともに新しい未来を切り開いていくことを期待していますこれからのエルジャポンにどのような驚きや発見が待っているのか皆さんとともに楽しみにしていきたいと思いますそしてその未来に向けて一緒に歩んでいきましょう